猫ちゃんは言葉を話しませんが、その姿勢や動作には多くのことが込められています。語の振り方一つとっても、幸せ、興奮、不安、恐怖など様々な感情を表現しています。この動画では猫ちゃんの様々な姿勢が何を意味しているのかを解説し、彼らの気持ちをより深く理解するための鍵を提供します。猫ちゃんの小さなサインを見逃さないようにしましょう。このチャンネルでは猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いいたします。その1、背を丸める。猫ちゃんが背を丸める姿勢は、多くの感情や身体的な状態を表しています。一般的に猫ちゃんが背を丸めるのは恐怖や防御の姿勢とされており、何らかの脅威を感じた時に見られます。このポーズは自分の体を大きく見せて相手に威嚇する効果があります。また猫ちゃんが寒さを感じた時に体温を保つために背を丸めることもあります。健康面では、背を丸める姿勢が持続する場合、何らかの痛みや不調のサインである可能性が高いため注意が必要です。このように背を丸める行動は猫ちゃんの内面の状態を反映しているため、飼い主さんが猫ちゃんの健康や感情の変化を敏感に察知する手がかりとなります。その2、尾を振る。猫ちゃんが尾を振る行動にはいくつかの意味がありますが、その振り方によって猫ちゃんの気持ちが異なります。尾を高く持ちながらリズミカルに振るのは、興奮状態や挨拶の表現であることが多く、猫ちゃんがリラックスしていて、人間や他の猫ちゃんに対して友好的な気持ちを示しています。一方で尾を激しく左右に振る場合は、イライラしているか攻撃的な気持ちを示していることがあり、この時は猫ちゃんが何かに対して不満を感じているサインです。尾を下げてゆっくりと振るのは、恐怖や不安を感じていることを表します。猫ちゃんの尾の動きを観察することで、その時の気持ちや欲していることが理解できるため、コミュニケーションを取る上で重要な手がかりとなります。その3、耳を後ろに倒す。猫ちゃんが耳を後ろに倒す行動は、不安、恐怖、攻撃性を示しているサインです。猫ちゃんの耳は非常に表現豊かで、耳の位置一つで多くの感情を伝えます。耳を後ろに倒した状態では、通常何らかの脅威を感じているか、非常に不快な状況に置かれていることを意味しています。また猫ちゃんが戦闘態勢に入る時も、耳を後ろに倒し自らの怪我を防ごうとすることがあります。このような耳の動きは、猫ちゃんがストレスを感じていることの明確な兆候であるため、飼い主さんは猫ちゃんの環境を再評価し、猫ちゃんが安心して過ごせるよう配慮することが求められます。その4、お腹を見せる。猫ちゃんがお腹を見せる姿勢は、その信頼とは安心の表現です。通常猫ちゃんがこのようにお腹をさらすのは、自分が安全であると感じ、周囲に対して防御的でない状態であることを示しています。お腹は猫ちゃんにとって非常に脆弱な部分であり、その部分を見せることは大きな信頼の証です。しかし、すべての猫ちゃんがお腹を触らせるわけではなく、お腹を見せてもそれが撫でてほしいサインではない場合もあります。猫ちゃんがリラックスしてお腹を見せた時は、その信頼を裏切ることなく、猫ちゃんの意思を尊重し、快適で安全な環境を保ち続けることが大切です。その後、低い姿勢。猫ちゃんが低い姿勢をとるとき、これは通常恐怖、不安、または狩猟行動の準備を示しています。低く身を潜めることで、猫ちゃんは
周囲の環境に溶け込み、見つかりにくくなると考えています。特に、何かに脅かされたり、不安を感じたりしているときに、この姿勢を見せることが多いです。また、猫ちゃんが狩猟行動をする際にも、獲物に気づかれずに近づくために低い姿勢をとります。このように、低い姿勢は猫ちゃんの防御本能や生存本能と密接に関連しているため、猫ちゃんがこの姿勢をとったときは、その理由や周囲の環境を注意深く観察することが重要です。その6、尻尾を立てる。猫ちゃんが尻尾を立てているときは、一般的に自信と幸福感を表しています。尻尾をピンと立てるこの姿勢は、特に他の猫ちゃんや人間に対して、友好的な挨拶のサインとされており、安心している状態を示しています。また、尻尾が立っているときは、猫ちゃんがその環境や状況に満足しており、リラックスしていることを意味します。しかし、尻尾が異常に硬く直立している場合は、興奮状態や警戒心を示している場合もあるため、猫ちゃんのその他の体の言語や状況の文脈を考慮する必要があります。尻尾の動きは、猫ちゃんの感情のバロメーターとも言えるため、その他の行動と合わせて、猫ちゃんの心理状態を理解する手がかりとなります。その7、耳を前に立てる。猫ちゃんが耳を前に立てているときは、好奇心が強いことを示しています。この耳の位置は、興味を持っている何かに注意を向けているサインであり、猫ちゃんがリラックスして、周囲の環境に興味を持っていることを表しています。また、猫ちゃんが遊びや探索のモードに入っているときにも、このような耳の形をします。この姿勢は、猫ちゃんが積極的に外部の刺激を受け入れており、エネルギッシュで元気な状態であることを示しているため、猫ちゃんとの積極的な遊びや交流の良い機会であることを意味します。耳の位置を観察することで、猫ちゃんの心理状態や気分をより深く理解することができます。その8、体を伸ばす。猫ちゃんが体を伸ばす行動はリラックスしている証拠であり、同時に筋肉をほぐす効果もあります。猫ちゃんが大きく体を伸ばすことは安心している状態であり、その場所や環境に満足していることを示しています。体を伸ばす動作はまた、猫ちゃんが活動を始める前の準備運動としても機能します。この姿勢からは、猫ちゃんがリラックスしつつも何か新しい活動に向けて準備をしている様子を伺うことができます。猫ちゃんの体を伸ばす動きは、その健康状態や気分の良い指標ともなるため、日常的にこのような行動を観察することで、猫ちゃんの体調を把握するのに役立ちます。その9、足踏み。猫ちゃんが足踏みをする行動は、様々な感情の表現に関連していますが、一般的には安心感や幸福感を示していることが多いです。特に、母猫ちゃんのそばで授乳していた子猫ちゃん時代の行動が大人になっても残ることがあり、この動作は安心している時や満足している時に見られます。足踏みはまた、柔らかい物体、例えば、毛布や飼い主さんの膝などに対して行われることが多く、この行動を通じて猫ちゃんは、その場所や状況に心地よさを感じていることを示します。足踏みは猫ちゃんがリラックスしており、その環境や相手に対して信頼感を持っているサインとも言えるため、この行動を見たときは、猫ちゃんが非常に心地よい状態にあると考えられます。その10、前足を折りたたむ。猫ちゃんが前足を折りたたんで座る姿勢は、後爆座りとも呼ばれ、リラックスしている状態を表しています。このポーズは、体温調節や安全な状態でリラックスするために取られることが多く、猫ちゃんが周囲の環境に満足しており、警戒心が低い時に見られます。また、
猫ちゃんがこの姿勢をとることで、すぐに立ち上がって移動する準備もできていることを意味しているため、快適でありながらも、周囲に対する注意は怠らない、猫ちゃんの賢さを象徴しています。飼い主さんは、猫ちゃんがこのような姿勢をとっている時には、猫ちゃんが安心して過ごしている良い兆候と捉えることができます。その11、尻尾を体の下に隠す。猫ちゃんが尻尾を体の下に隠す姿勢は、恐怖や不安を感じている時の典型的なサインです。このポーズは、自身をできるだけ小さく見せて、脅威から身を守る本能的な行動であり、猫ちゃんが不安定な状況や未知の環境、または威嚇されていると感じている時に見られます。尻尾を隠すことで、猫ちゃんは自分の一番脆弱な部分を保護しているとも言えます。この行動を見た時は、猫ちゃんが何かに対して不安を感じている可能性が高いため、環境を静かにして、猫ちゃんが安心できるよう配慮することが重要です。その12、大きく口を開ける。猫ちゃんが大きく口を開ける行動には、いくつかの理由がありますが、その中でも特に、ブレーメン反応と呼ばれる行動が知られています。この行動は、猫ちゃんが特定の匂いやフェロモンを、より詳細に感じ取るために、口を開けて、上顎のフレーメン器官を使うものです。猫ちゃんがこの行動をするときは、通常、何か興味深い匂いを感じ取っており、その匂いの情報を深く分析しようとしています。また、猫ちゃんが大きく口を開けることは、あくびをするときにも見られ、これはリラックスしているサインであることもあります。しかし、猫ちゃんが口を開けて苦しそうな場合は、呼吸困難や歯や口内の問題が原因かもしれないため、注意深い観察が必要です。猫ちゃんの姿勢一つ一つには、彼らの感情や意図が反映されています。この動画で紹介した知識を使えば、猫ちゃんが何を感じ、何を伝えようとしているのかを理解する手助けになります。猫ちゃんとのコミュニケーションを深め、より強い絆を築くために、これらのサインを読み取ることができるようになりましょう。猫ちゃんとの生活がもっと豊かで、幸せなものになることを願っています。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また、次の動画でお会いしましょう。